う、久保建英さん、ガチでメッシになりつつあるけん。最後まで行ったらメッシ。そこ最後まで抜き切るつもりだったのか久保。大胆やな。正面に立たれても倒れなかったらメッシだった。ワンダフルプレイ言われとるな。ゴールもアシストもしないメッシやな。得点ランキング3位なんやけどメッシに比べたらないも同然って言いたいならまあそうやな。メッシならハットトリックしてるんだが、0.7 メッシくらいにはなっとるな。ようやっとる。普通にすごいけど前世紀メッシには遠く及ばん。でもすごいことやってるし歴代日本人最強なのは間違いない。まあ明らかにクオリティは上がってるよな。来季150億でプレミアに行っても驚かんわ。こいつがスタメン取れなくて控えの日本代表。久保はまだ左足のキックの精度が日によってかなりムラあるけどあれが安定するようになればマジのメッシだろ。ゴールが決まらないメッシやぞ。メッシはもっと速くてシュートも超正確。和製クリロナはいないんか？前世紀メッシとかいう化け物。